皆さん、FF16 はやっておりますか？どうでしょうか？いや、モンスターズ3せっかく出たからやってねえだろうっていう方が多いかもしれません。で、このタイミングでなんと、FF16、追加でとある事実が判明いたしました。なんかこれはね、ちらっとこの間出てた記憶があるんですが、元ネタとしましてはこちらとなっておりまして、どうやらね、4000人で確定みたい。4000人って多すぎないか。こちらなんですが、4000人ってやばくない？どんだけすごいんだよって感じなんですが、ただ一方でモンスターズ3に関しては結構ね、コスパよく作ってるみたいで、あまりね、関わってるスタッフは、多くないみたい。まあ、多くないっていうのは、例えばドラクエナンバリングだったり、FF ナンバリングだったり、それらのゲームと比較すると、結構マイルドに作ってるみたい。まあ、あくまでそちらとの比較になってきますが、まあ、そういったところを考えると、なかなかね、コスパが悪いというか、なんというか、厳しいところがあるんでしょうね。4000人けど、モンスターズ3でどんぐらいなんだろうね。まあ、そんなに多くはないって聞いてるけど、ただ4000人も具体的にどこで使ったのかとか、マンパワーすぎるとか、なんかいろいろなことが言われております。まあ、人件費がかかりまくって、社長もですね、決算発表でおっしゃっておりましたが、思ってるより開発費が多すぎた。その割に売れてなくて、結構厳しいみたいな感じでおっしゃっていた記憶がございますね。まあ、それを考えると、まあ、確かに4000人となると相当厳しいよね。まあ、多分ね、外部委託とか、まあ、そういったところも含めての、人数と思うんですが。いや、それにしてもなかなか厳しいよな。4000人。どういうことやね。プロデューサーとして物量もクオリティもよく作り切ったなと感じます。ストーリーとゲーム体験を一つにするということは言葉にすると短いですが、とてつもない作業量と決め事のオンパレードでした。そのことで一生忘れられない思い出になったエピソードがありまして、体験版にも収録されているゲーム序盤に、ロザリア大公エルウィンと、大公妃アナベラがベッドに腰掛けて会話するシーンがございます。そこに映るベッド一つについてだけで、80人ほど参加しているオンライン会議で、4時間ぐらい話し合いをしました。嘘だろ？なんかこの記事昔見たことあるけど、すーごいよな。そこに映るベッド一つについてだけで80人ほど参加しているオンライン会議で、4時間ぐらい話し合いをしていた。このうち、どれぐらいの方が寝てたんだろうね。寝てたり、途中でゲームしたりとかいろいろしてたんだろうね。オンライン会議で4時間。すごすぎないか。ベッドに腰掛けるのか、ベッドをどれぐらいカメラに映すのか、ベッドのポリゴン数はどうするのか、めちゃくちゃこだわるな。こだわりすぎて逆に引くわ。とんでもねえな。まあ、それは傑作ができますわ。シーツを被せるのかどうかとかも議論してるのか。その際、このゲームが目指すクオリティに至るには、ここまで決めていかないといけないのか、と驚愕したのを覚えています。まあ確かにそう考えると、普通に4000人ぐらいね、関わってそうな感じがするな。これはすごいよな。大規模すぎないか。そう思うと、モンスターズ3はね、まあそんなに関わってる人がいないと聞いてるので、コスパ的にはめっちゃいいんでしょうね。いやー、本気で人も金もかけて最高傑作を作ったのにそんなに売れてないっていうのがちょっと悲しすぎるな。そりゃそんなに大規模にやってたらね、決算が結構厳しくなりますよ。社長もね、 FF16 が思ってるより売れてなかったって言ってましたからね。まあ300万本売れるだけじゃ厳しいだろうね。やっぱりどうなってんだこれ。まあ今更すぎるけど FF16 がすごい懐かしいね。なんでこのタイミングで、触れたかというと、モンスターズ3がね、なんと FF16 の20分の1、多く見積もって20分の1程度で開発をしたんじゃないかっていう説がね、ネット上で出てきて、で、そこと対比される形で今回 FF16 になんかスポットライトが当たってると、そのような形となってます。まあ、正直ね、20分の1というか30分の1ぐらいな感じがするけどね、そんなに多いかみたいな感じがするんですが、いやーけど、FF16 そう思うとすごいよね。スクエンとしては絶対に失敗することができなかった、そのような作品だったんですが、ただ蓋開けてみると結構厳しかったっていうね、そのような足元の状況がございます。 FF16 吉田直樹、まあ、同じスクエニですが、果たしてドラゴンクエストモンスターズ3
どれぐらい売れるかまだわかりませんが、これで FF16 の売り上げ本数を超えてしまうと、いよいよ FF16 というか FF ナンバリングが売るのがこれからさらに難しくなるんじゃないかといったところですよ。いやーけど皮肉ではあるよな、正直。ね。皮肉もあるよな、これ。せっかく金かけても売れるかどうかはわからないっていうのは、それは全く別っていうね。まあ割とスクエニの業績って今やばいからさ、そう考えるとまあモンスターズ3で稼ぐしかないのか、だからマスターズ版とか超マスターズ版とかそこで結構金を取ってるって感じなんでしょうかね。なんか間接的に FF16 のしわ寄せがこのモンスターズ3にもやってきてる感じがするな。ちなみに参考程度ではありますが、開発人数といったところで FF15 もね相当な人数がかかっているといったことが言われておりましたが、ただね、なんだかんだで2500人程度なんですよね。そう。ちなみにティア金はね、1600人程度でした。まあ、そういったところを考えると、結構厳しいよな。4000人かけてあれかっていう。まあそう思うとモンスターズ3とか、ゲーム会社からするとすごいこういったゲームってコスパがいいんだろうな。まあ結構マイルドに作ることができて、まあ、開発人数もそんなに多くもなくみたいな。でグラフィックもそこまで力を入れるわけでもないからさ、まあなんだかんだで育成ゲーム作業ゲームみたいなところがあるんで、まあユーザーも納得してくれるんで、まあ割とね売りやすいみたいなところがあるんでしょうか。まあそう考えるとなかなか厳しいっすよね。うん、まあとりあえずねそんな形となっております。はい。で一旦ですね、どうしようか。炎の戦士ちょっと待ちを。炎の戦士をさっきにゲットしたんですが、なるほどな、ちょっと配合しようと思ってんだけど、鉄球魔人何がいいだろうね。まあとりあえずねちょっと淡々とやっていきたいところですが、非常にねちょっと難しいところがあるよな FF16 も。ちなみに FF7 リバースも結構お金をかけてるらしいですね。あれ結局どうするんだろうね。まあ俺が言ったところで何ともならないんだけどさ、ちょっとそこのところは気になるよな、純粋にどうするんだろうみたいな。はい。まあそんな感じでございますよ。でまあ今ちょうどねやっているところではありますが、鉄球魔人にしちゃおうか。炎の戦士をやってしまいますかね。これでいいか。よいしょ。これでいいかな。まあそんなところで一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。 FF16 の話題でしたね。